はい、じゃあ、えいた。というわけで今日もプレイグリンクやっていきます。今回パラサイトですね、規制的なライフスタイルで日々の感染による DNA の変化を防ぐということで。おう。まあ、インセクター派がですよね、これ言ってしまえば。さあ、以下の新たな遺伝子が発見されアンロックされました。一クロム増加。オレンジの DNA バブルを破裂させるとより多くの DNA をゲット。熱い。つけてみるか。あとイオンから線か。オッケー、これでいいかな。いいよ。どうしようかな今回。完全初見じゃん、うん、ノーマル一発クリア目指さん。いい、ハード一発クリアいけるでしょお前。舐めてんのか。任せなさい。なんじゃ、まあ、じゃあインセクター剥がします、ね、いいよ。間取ってハガキエンジンしますね。どこの間取った。懲役 2年らしいです最近。知らないかな、もう記事は。知らんわ。プレイグリンクへようこそ。新しいパラサイトだ。市民のためには進化させ世界中に広めなければならない。初見の方にも説明しておくと、このゲームはパラサイトによって世界を滅ぼすゲームでございます、はい。今回どこから開始します。普段インドなんですけど、アンテのインドなのかな、人多いし。まあちょっとグリーンランドかなってのもありかなと思いますよ、やっぱり。行ってみる。うん、まあちょっとグリーンランドからで。あ、そっか、開幕のボーナスないんだ。あ、サガケンジがグリーンランド。かっこいいな。で、これ換気体制ついてますね。サムさんの中でしか活動できないと。はい。さて、ちょっと項目見ていきますか。そうね、新しいの絶対あるはずだから。はい。おお、あ、いつもっすね。あ、戻るんだ。ってことはここも、ノーク MC だけちょっと特殊だったのか。じゃあ、最後の1個が。あ、同じだ。あ、ここです、ここ。パラサイトと宿主の同調率が高まり。まずこれ上げるっぽいね。危険度下げるやつだ。オッケーオッケーオッケー。8% ためよ、何より。もうさすがに、このゲーム、やってますんで。慣れてきたもんよ。ランダムボーナスが多いから、今回。あ、そうなんですよ。で、オレンジの DNA バブルっていうのは、基本的には、ランダム、これですね。あ、これが。めっちゃ増えた、6増えた。2個目来た。いや、やばいわ。まずは危険度だよね、これ。そうですね。次は危険度でしょ。あ、まず危険度押しだね、一緒。おい、ゼロ。あ、3まであるんだ。あ、じゃあ、ここの間に感染。あ、こっちが違う。伝染しやすくなる、最後だけ。気づかれにくくなってプラスってこと。そう。もうこれ一択やん。まずこれ、ぶち上げよう。そうだね。パラサイトの特徴ってなんかあるんですか？それじゃない？気づか、多分だけど、うん、気づかれないことに全振りして、やってくんじゃない？多分、この感じは。なるほどね。気まぐれクックもこれには気づかないと。助かるなぁ。さて、じゃあ上げますか。ここ10ポイント、うん、16ポイント。まあ、ここはマックスまで行っていいと思う。いつも通り。はいはいはい、はい。やっぱグリーンランドスタートなんで、特にやっぱ航路しかないんで。うん、まあ、今回は、とりあえずこの、こことか、こことかね。うん、まずはね。マダガスカルは何回やんねん、これお前、いい加減マダガスカルの場所覚えろよ。ごめん、今ね、上のね、ランダムボーナス見てた。さて、ガンガン行ってんね。そうだね。西インド諸島と、あとアイスランドっすね。上げていきますか。薬物耐性を上げていくと。あとは換気暖気。そうだね。高温耐性だね。うん、うん。ただもう、危険度ゼロでしょ。どうやって気づくのっていう話っすよね。今無理だよ。それやっぱ勝ちの定石っぽいよね。てか、ね、正直言って負けるビジョンが思い浮かばない、こっから。確かに。ネルゲーだ。もう勝ち確でしょ、これ。さすがハガケンチだぜ。あ、感染力めっちゃ高い。あ、すごい。いや、暖気耐性上げるか、一個。そうですね。高温耐性上げて。これ余裕じゃん。今だかつてない勝利だよ。ああ、もう最速クリア目指しましょう、今回は。大気エアロゾル粒子大量発生。上げとくか。まあ一応。いやー。いやでもこれほら。ポイント不足になるべ。湿度の高い気候での感染力だから、多分、うん、下の暑いところとか全部いっちゃうんじゃない。ほんと？いや、嘘かも。待て、やべやべよ。わかんない。20でいけ。20でいけ。毎回余裕ぶっこいて。そう。で、今回、ノークイムシと大きく違うのは、うん、ポイントをちゃんとここに振るだけの、余力がないと、そうだね。致死率を上げないと結局どうしようもないんで。それはもしかしたら感染ここまで行きやすいけど、致死率が異常に弱くて、最後に詰むっていうパターンかもしんない。ただすげえな、今回。ロシアとか一瞬っすね。ねえ。ハガケンジみんな知らんだろ。ハガケンジはハガ命って CM があってな。あー、懐かしいかもしれん。俺から聞いたことあるぞ、それ。あとね、昔のストリートファイターのアニメの剣の声優がハガケンジ。そうなんだ。これ豆だ。あ、すごいすごいすごい。鬼豆だね。ハガケンジも喜んでる。え、すごーこれ。やば。アジア、ロシア、ヨーロッパ全部ダメじゃん。え、モロッコだけ感染しないですよね。なんでモロッコの強さ。うん。でも徐々に徐々に上がってってるね。あ、脳法の症状が変異した。はい。そろそろ、いや、まだ、モロッコが。わかりました。モロッコが。一回これは、しっかり学びっすね。学びだから。わかった。覚えてる俺、あの時の俺らのバカさ。確かに。108ポイントか、どうしましょうね。
でもこっからあと下は待つだけでしょ。そうですね、116ポイント。でも致死率が本当に上がんないとかあるかもしんないよ。うん、ここで既に薬物にもっと振ってなかったら積むとか。なるほどね。俺は最後までしっかり見とくから、アルゼンチンを。多分このアンゴラがもう埋まっちゃえば終わりだね。全国じゃないですか。ほら、アンゴラ。うん、あ、全員に感染した。健康な人間は世界に残されてない。地球最後の墓検知。感染者が感染した。難しいよ、日本語が。いや、もうこれはさすがに余裕だと思うんだよな。危険度、そこで上がってく？上がってくはず。あ、来た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 。ここっす。わー、やばそう。あ、危険度、あ、バレたバレた。まあ、バレてもいい。でも、さすがに無理だよね。あ、来た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 。はい。うん、あ、もうしぼしすでにもう 1% 出てる。うわ、早い。うん、ちょっとあの、早い、これ見て。やばい。え、もう3億っすよ。早すぎる、早すぎる、早すぎる。ちょっとさすがに超ハードやってみようかな、これは。あまりになんか、あの、簡単にいってしまった。簡単に行きすぎたよ、これ。すーごく、これは、やば。久々じゃないですか、こんなカンクリしたの。おー、カンクリだね、これ。うん。かっこいいなぁ。かっこいいな。復讐の復讐なんか怨念かに怨念が感じられるっすね。グッときたもん俺。 OK 勝利。さて、じゃあ今回テラサイトっていうのが、追加されたんで、地上感染力これどうなんでしょうね。まあでも全然上げといて問題ないと思って、絶対使った方がいいよね。で、超ハード、ハードモードすら簡単に感じてしまう。あ、まさに今の俺たちだ。健康診断けんほー。あと、上のやつが重要そう。遺伝的、どういうこと？遺伝的不動が進化に影響。さあ。やってみるか。さあ、スーパーハード、行きましょう。どんなんなんだろうね。どうしましょう。さすがにインドスタートしてみるわ。そうだね、ここは。俺全然余裕だなと思ったんだよな。今のやり方ままで俺いけると思うんだよ。うん。さあ、スタートした。スーパーハガケンジがインドで発生と。いけると思うけどなぁ。もう何も変わらないね。あ、でもほら、フェイクニュースってのがあるらしいじゃん。危険度下げとけ。もう、パッとあれ。あ、そっかそっかそっか。もうここちょっとあの、一発で買ったら超かっこいいぞ。いやー、スーパーハードマジで、だって、RT8 の動画とか出してる人がいるぐらいですから。あ、そうなんだ。うん。これ一流のプレイグインカーにあるわけですよ、我々も。クリアできれば。確かに。12ポイント貯まったもん、パッといこう。これクリアしたらもうこっからスーパーハード縛りっすよね。マジ？当たり前じゃん。やべえね、あんた。ジャスティン・ビーブ暴行って書いてくる。マジ？さあ、ポイント振ってく？ちょっと。そうですね。まあ、とりあえずやっぱり、クールコール、まあ、ね、同じだよな、全く、うん。今んとこ何も変わんないね。まんままんま。尖閣諸島が沈没。何それ。よくないぞ、このニュース。スープ、その、スーパーハグ検知が日本に広まった。いいね。帰ってきたね。なんか、あ、わあ、これ、ここから。これもうその左押した方がいいんじゃない？そうっすね。でもこれ、危険度ないんだけどな。でもなんか、こっからはほんと一発クリアにかけてきたいよ、俺は。確かに。さあ、航路を強くするよ、そうですね。はい。もう、そっち行くか。ガンガン行こう。どうしよう。どうします？とりあえず薬物耐性か。あのね、感染力はもうさ、いらないと思うんだよ。あと街だから、本気で勝ちに行くなら。でも耐性はいるでしょ、薬物の。薬物耐性はいる。そしたら多分ここだよね。あ、そうなんですよ。そこは絶対いるね。うん。換気体制はもう。マストだね。マスト。あ！え？は？マジ？なんで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 。危険度今、ゼロだよね。ゼロだよね。気づかれちゃうんだ、ゼロでも。ぐえ。えぐいわ。え、マジ？でも9は開発はまだってことだよね。そうだね、そうだ、そうだね。うわー！あ、いや！やっばー！やっばこれ！無理なんだけど、どうする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 。どうやって勝てんの、これ。わからん。一旦とりあえずもう広めるしかないっすわ。そうだ、感染力。どうする、どうする、どうする。うわ、やばい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 。怖いわー。危険度ゼロでバレたの、初めて。なんか安く、低コストでさ、感染力上がるやつちょっと見てさ、上げてった方がいいんじゃないかな、今のうちに。そうか。まあ、この辺になってしまう、どうしても。危険度が上がらないのいいのがあれば。上がんないですよ、この5つは。これだけ上がるのは。じゃあ真ん中の、あの、ハイレース上げとく1個。いいのかこれ。危険度上がんないんだからいいんじゃないのかな。いいかな。いいと思う。いやー、上手。もっと上げていいと思うよ、上の方も。これですか？上上上上。え？あの真ん中。で、ダメダメ、危険度上がっちゃう。上がるんだ、それ。うん。あ、でもそれしかないか。もうこれ上げた時点で、あれだから。そっか。だから、やるとしたら、上げて下げる。上げて下げる。要はこれ、あの、病気に気づかれにくくなるから、うん、危険度を上げて、
あ、そうそうそうだ、そうだね。これ例えば上げるじゃん、うん、こっち、いや上かな、やす、いやてかここなんじゃないんじゃない、こっちなんじゃない、まあ、いやー高いな、あの将来的に絶対上げるじゃん、ここ致死率上げるから、うんうんうん、だったら上にベットしてここ、うん、はい、で右のやつ、でもこれ結構下がるんだよね、もう一個ぐらい、あ、でも多分それ下がったら多分あの廃されるはずだから、あ、そういうこと、うん、はいはいはい、そして進化させてこれで、あ、本当だ、うん、じゃあこれでいいのかだと思う、あ、これも切るわ、大丈夫、 OK 行こう、ゼロね、うん、ゼロね、こっから頑張ってこう、さすがに大丈夫だよね、大丈夫と思う、いや分かんない分かんない、もう怖いんだよな、こっから早いはずだから、そうっすね、うん、結構悪くないと思うんだけどね、キュアが健康診断怖えな、ニュース見ようか、中国開発してんじゃん、うん、マジかマジか、うわ、スペインも開発してる、でも低いって言われてるから、そうだね、うん、わー、うわな、オーストラリア潰したいな、どうします、これでもカナダ、10%か、でもやっぱ裕福な国なのかな、わかんない、まあカナダは上げてみる、いや高っ、いや無理だこれは、さすがにカナダ頼むわ、何が原因かわかんない、いやー今何どこで、いや、あー分かりました、もうこれ先進国っす、完全に明確に先進国、いやーこっちか、そしたらもうあれっすわ、完全にこれっすわ、55ポイントか、ネズミ、ネズミかけてみるか、25しか使えんよな今もう、これ以上は、うん、そうだね、やってみよう、バカ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 、いやもうここまで来たらいいんじゃない、どれ、発熱、致死率上がったっすよ、いやもうだって下げてもさ始まってんだからさ、そうか、うん、じゃあもう上げるしかなくね、今開発してるところやりに行くしかなくない、やろう、そうだよね、うん、やばい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 、うわやばい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 、えぐえぐえぐ、ダメだ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 、無理だスーパーハード、やばい、え、なんでそもそもインド気づかれたの、ね、早すぎた、早すぎた、健康診断か、健康診断だ、結局バレちゃうんだ健康診断、そういうことか、一回さ表見てさ何が悪かったか考えよう、感染力やっぱり症状を上げちゃいかんのじゃないか、伝染で上げるしかないっていう、ただここにポイント振っちゃうと結局これ致死率上げれないんですよね、そうだよね、あとさ今空路航路下げたらさ、うん、ポイント戻ってきたりする、あ、そういうこと、あ、還元、これ絶対やろう、そうだそうだね、そしたらもう危険度どうでもいいのか、そうだよね、うん、ここ下げたら上がるね、こうかこう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 、どうしますどうします、そういう感じか、なるほどな、学びがある、いや、まだ諦めないよ、じゃあほんま60ポイント無理無理だー、さすがに無理だ、一応遅らせてみるわ、うん、なんか怒るかもしれん、遅れへんやないかい増えたぞ、めっちゃ今ダメっすね、いやーでもまあ学びはあるかな、そうだね、あ、スーパーハガケンジは根絶マジか、ごめんな、ハガケンジ、いやーしょうがないな、しょうがない、感染者ゼロになってきましたわ、スーパーハガケンジ根絶されました